はい、こんにちは、ニャギミックです。今回はですね、えー、お絵かきアプリの定番のプロクリエイト。過去にね、プロクリエイトの基本的なレイヤーの使い方とかね、消しゴムの使い方とかいろいろ、まあ基本的なことをね、テーマにして動画をアップしてきましたが、まあ、今回のテーマは写真のトレースになります。自分のね、オリジナルのイラストを描くためにね、 プロコリエイトでまあ、っさらな、ね、キャンバスから描いていくわけではありますがやはりね自分の頭の中で描きたいものが想像できてるかどうかっていうのは非常に重要になるんですけどもこの想像している被写体であったり景色っていうのがどれぐらい鮮明にイメージできてるかっていうのはやはりこう絵を、ね、描き始めの頃っていうのは曖昧だったりするというかねそういうこれから自分が描いていく絵のイメージっていうのをより明確にしていくための一つのまあ訓練の方法としてこのトレースっていうのは非常に役に立つ 立つと僕は個人的に思っておりますぜひこのトレースっていうのを覚えて自分のオリジナルな作品にね役に立てるためのステップアップとして皆さんもこのトレースで練習してみてくださいそれでは早速解説を進めていきましょうはい では今回はね、えプロクリエイトの写真のトレースっていう方法ですね。まぁ、あ、プロクリエイトのね、基本操作が一通り慣れてきた頃に、まあ最初にね、チャレンジするものとしては、まぁ、あ、一番ちょうどいいね、えーとして、この写真のトレースっていうものがね、ありますので、ぜひね、皆さんもチャレンジしていただきたいんですけど、今ね、プロクリエイトのこの編集画面の方を開いております。ここから、まあ、写真をトレース、写真の上をね、こう、なぞり書きするみたいなっていうような、まあ、作業なんですけど、まあ、もちろん写真が必要になりますので、皆さんもね、iPad の 中にまずは上からなぞり書きしたいトレースしたい写真のファイルっていうのをねまずは用意しておいていただきたいんですけど写真はね自分でカシャって実際に撮ったような動物とかね人の写真でもいいですしもしくはフリー素材 ですね、これ今アンスプラッシュっていうねアプリこれはね著作権フリーの写真がこういうふうに共有されていてキーワードで検索するとそれに該当するね写真っていうのをまあ使用することができますという使いやすいねアプリなのでおすすめしていますが今ここでねパンダって検索してまあどの写真でもいいんですけどもまあ自分の中で気に入ったようななんか写真を一つ選んでダウンロードしておきますと矢印のマークですね、まあ、こういった形で写真を用意するのも OK です、まあ、基本的に著作権フリー のののものでもももでででででいいいいすすしし、まあ、自分で撮ったなんならもう Google とかで検索したようなもう写真とかでも一応 OK です。ただし条件付きっていうような感じなんですけども Google とかで検索したような写真っていうのは基本的にこういうロイヤリティフリーのものとは違って、まあ、撮った人カメラマンさんの著作物っていう扱いになりますので自分のなんかこうトレースを練習するという目的のために使うとか自分一人だけでねやる作業で完結するようなこと以外での写真 いいいうううのののを第三者に公開すするような行為ってては一応法律上禁止されていますのでその辺の辺取り扱いだけは、ちょっと注意してくださいとではいずれかの方法で皆さん iPad の中に写真の、ね、データっていうのを入れていただいたらまずはこの Procreate の画面の方に写真のデータを読み込むという、ね、作業が必要になります読み込み方っていうのは基本のやり方とちょっと例外的なやり方っていう2通りちょっと紹介します一つ目は基本的な読み込み方なんですけども左上の横並びのメニュー アクションというボタン、工具のマークですね。これを押したら、さらに2、4、6、6つのアイコンが表示されます。これの左端の追加。これを押したら、写真を挿入っていうね、項目が上から2つ目に表示されますので、まあ、これを押すことによって iPad のアルバムの中が開かれて、その中からまあ用意していたて、ね、写真というのを読み込むことができます。はい、今、アルバムから読み込んだ写真ですね。読み込んだ直後っていうのは、このアクションのモードから右端のこの変形モードっていうのに、ね、切り替わります。 セルシーーのマークですねこのモードの時にはですねまあ、1本の指とかでこうやって位置を変えたり、まあ、2本の指で縮小拡大したりもしくは角度を変えたりっていったような、まあ、調整ができますと読み込んだ直後はねこういう風な感じで僕のこのパンダはこのキャンバスに対しては少しちょっと小さすぎるかなっていう風にこうに思った場合とかは写真自体がねこうキャンバスの外に見切れてもいいので、まあ、主体となる被写体がちゃんと十分な大きさになるぐらいのサイズに拡大しておくっていうね、まあ、そういう調整を行います。 位置とかサイズが確定したら、この矢印のマークのところをポンって押すだけで読み込みが完了となります。今のがね、基本的な読み込み方法になるんですけども、例外の読み込み方ですね。プロクリエイトの熟練者の人たちはもうこの方法を使ってるぐらいるかのように感じなんですけども、はいこのように今ね、写真のアプリを開いた状態で、はい先ほどダウンロードしたこのパンダの写真のね、データがこう確認できる状態にしておきます。この写真のファイルに対して指で押さえながらこうやって動かすこと。 指先ににそのの写真のファイルがひっついて動かせるようになりますまずはこういうふうにできることを確認してくださいあちゃんと指にひっついてきたなっていう場合はこのまま指を画面から離さずに写真のアプリを下から上にシュッて貼るって閉じちゃいます閉じても実はまだ写真が指の先にひっついている状態が分かりますよねでこのままプロクリートのアプリを開くとまだ指先にこの写真のデータがひっついている状態なんですよねで実はこのままキャンバスの上で指を離すことで はい、こんな感じでさっきの写真を読み込みっていうねアクションからのルートじゃなくて写真のアプリからそのままドラッグドロップっていう方法なんですけども、まあ、直接ねデータをよいしょッと運んでいくというような方法で写真を読み込んで貼り付けすることができるとであともう一つですねこの写真のデータファイルに対してグーッと指で長押しするとこの写真に対してどういった作業を行いますかっていうねメニューが出てきます で、コピーを押したら、プロクリートのキャンバスの画面に行って、 で先ほどのアクションっていうね工具のマークのところをタップすると、まあ、さっきは写真を挿入ってところを押しましたが同じこの追加っていうところの一番下にペーストっていうね項目が押せるようになってますはいこれを押すことでこんな感じで同じようにバンダの写真を読み込むことができました読み込んだ直後は移動変形モードになるとっていうのはね例外的な方法としてはドラッグドロップっていう方法とコピーペーストコピペですねっていうのをこの写真のアプリのところから直接ドラッグドロップ のドロップするかコピーしてでプロクリートの方でペーストするみたいになってねまあ、こういうやり方でも一応読み込ませることができますまあ、どの方法に使ってもらってもあんまり作業の負担的には変わらないっていうかねどれが効率がいいとかっていうのはあんまり関係ないかなっていう感じなので好きな方法を選んでください じゃあ写真を読み込めたら次にやることは、はい、右上のこのレイヤーのメニューを開きます。はい、今写真を読み込んだのでレイヤー1のところにこの読み込んだ写真が表示されてますが、このまま写真のレイヤーのところに上になぞるっていうのはあまりよろしくありません。この上になぞり書き、トレースする場合はですね、新しくね、新規でレイヤーを追加しておきます。このプラスのマークのところですね。はい、これでレイヤー2というのが追加されました。ということで、写真のね、素材の部分はレイヤー1で、上から なぞり書きする場合は別,々に別に新しくレイヤーを分けておくっていうのが望ましいです。 で、これだけではまだ準備は完了ではなくて、ここから何か上に書くにしても、写真の色合いがはっきりと見えすぎていて、自分が引いた線が見えにくいんですね。このままとこんな感じで。今、線引いてるんですけどね、見えにくいですよね。なので、レイヤー1、この写真を読み込んだレイヤーに対して、N っていうね、イニシャルが表示されているところですね。これニュートラルの N なんですけど、ここをタップすることで、すぐ下に不透明度っていうスライダーが表示されます。で、初期設定では最大っていう風に になってるんですけどもこのスライダーを左にどん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 スライドしていくことによって、はい、今自分が作業しているレイヤーが透明化されていきますどん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 透明に近づいていきますで0にしたら完全になくなっちゃうので自分の目で確認できるレベルギリギリまで薄くしておくって感じですねまあ今だいたい40ぐらいにしておきましたけどもはいそうすることでまあこうやって色が全体的に薄くなったのでまぁ、あ、このまま今からトレースしたいレイヤーの方に切り替えてで実際に線を引くとちゃんと 自分の引いた線っていうのがはっきりとね目で確認できるようになるのでこういうふうに、ね、透明化してあとはその動物の形に沿ってなぞるですね。でこういう動物とかでね結構毛先が細かいようなね動物この今僕が読み込んだパンダとかもここの顎ラインみたいなところが結構毛先が細かかったりしますよね。 こ,ううこ,ここに関して、まあ、トレースって別にこれが正解みたいなとかってあんまないんですけどもこれ一本一本こうやってちゃんとこの毛先に沿ってこうやってなぞるっていうよりも、まあ、なんとなく大体の形っていうのをなぞれていれば OK かなっていうふうに思って いますまあ、とにかくその被写体の大まかな形さえ再現できていれば OK みたいなっていうふうにね、まあ、自分の中でその基準ラインっていうのを敷いて、まあ、なぞってみてくださいと。ある程度書いてる最中にレイヤーを表示して写真で使ったこのレイヤー1番。 のところのねチェッククマークこれを外してみてみくださいこれはシンデレラ機能みたいなね感じで写真を背景に敷いてるからトレースしている自分の引いた線がなんかすごいうまく描けてるように見えちゃうっていう魔法のような効果が出ちゃうんですけどもその魔法が解かれる瞬間というのがこのチェックボックスを外すことによって現実世界に戻すというボタンですねこれを押すとはい,自分が引いた線だけが残るるようになるんですねそうするとねなんか思ってたのと違うっていう感覚に になると思いますす皆さん最初の方はですねトレースに慣れててだいたいどういうことが起こるのかっていうのがイメージできてる人はどこのラインを引かないといけないのかっていうことがね、まあ、だんだん分かってくるわけなんですけども、まあ、もしね写真を今これ非表示にした状態であれなんか写真の形とはちょっとイメージがかけ離れてるとか全然イメージが違うっていう風に感じた場合はその被写体の特徴をうまくトレースで捉えきれていないという風にもなりますのでなのでまた写真を戻してこの 被写体のどの部分どの体のパーツであったりっていうところを線をなぞることでまあ、その被写体に近いような形になるんだろうっていうのをまあ、考えながら練習するっていう目的でトレースという手法がね使われたりもしますである程度描けたらまあ、色を塗っちゃってもいいですねまあ、色の塗りつぶし方法に関しては別の動画でも解説してますのでまああのそちらの方でね気になる人は確認してくださいまあ、今回みたいに僕のこういった線を描いたところの色を塗るためにはまあ、こういう 塗りつぶし方法ももちろん使えますが、線がね。こうやって途切れている箇所が結構あるんですね。こういうところはいちゃんと線を閉じずになんとなくで書いてトレースしている場合はこういうことが起こりますので、まあ、そういう場合は囲い塗りですね。 はい、こんな感じですね。まあ、今回ね、パンダを選んだ理由としては、まあ、色が白、黒、はっきりしている、えー。しかも形が結構シンプルで描きやすい、なぞりやすいっていう感じで、トレースの皆さん練習としてパンダの写真っていうのはかなりおすすめなんで、初級編としてはどんな動物をね、選んでいただいてもいいんですけども、最初の第一歩としてパンダはめちゃくちゃ描きやすいんでおすすめです。毛先の細かいね、犬とか猫、ポメラニアンとか、なんかそっち系のタグインの写真はね、めっちゃ形を どこでなぞったらいいのかっていうところを決めるのが結構難しかったりしますね。なので、あまり毛先っきが細かいような動物で練習するよりも、つるっとしたね、毛が結構短い、全体的に、えー、ような、まあ、生き物とか動物とかだったらそういうのでいいですし、もう、単純に動物じゃなくて、何か物とかでもいいです。スマホとか筆箱、消しゴム、鉛筆みたいなとかね、そういうの写真とかをトレースするみたいな、物質的なものでも全然いいです。人の顔もね、結構ハードルは高いです。 あの、なぜるだけなら全然面白い、楽しいんですけども、似てるようにやっぱトレースするってね、結構難しいです。やっぱね、人って、あの、自分と同じ種族の人、やっぱ顔をね、細かくやっぱ識別する能力があるんですよね。パンダって、このパンダとあのパンダって、別にこう、名前が付いてたとしても、見分けってあんまりつかないんですけども、人ってね、A さんと B さんっていう風に、やっぱちゃんとそう、見分けることができるじゃないですか。っていうぐらいに、人は人であるからこそ、人の顔を細かく見ている。 わけなんですね、まあ、だからより似ててないっていっうう感覚も顕著に出ちゃう、まあ、そういう意味ではまあ最初このトレース練習するという目的だとしても、まあ、こういう動物とかね、まあ、物質とかから始めるのがまあいいかなっていうふうに思います。 まあ、というような感じでね、今回は、プロクリエイトの、まあ、基本的な操作っていうのがだいぶ慣れてきたら、まあ、最初にチャレンジしたい、ね、作品作りの、ま、一歩目として、この写真のトレースっていうのがね、簡単にできる、かつ結構楽しかったりもするので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さんも一度チャレンジしてやってみてください。今回のね、このプロクリエイトのトレースに関しての、まあ、感想であったりっていうのはね、コメント欄の方にお寄せください。えー、またね、過去にもプロクリエイトの基本的な、ね、操作の解説っていうのは、たくさんアップしておりますので、まあ、そちらもに合わせてご視聴いただければ とより理解が深まるかなというふうに思いますはい、えー、それでは本日は以上となりますはいそれでは今回の動画が、まあ、ためになったなという方はチャンネル登録と高評価いいねボタンの方よろしくお願いいたしますまたね ipad に関する、まあ、取り上げてほしいテーマとかがねあればコメント欄の方に書き込んでくださいでこの動画に関するね意見とかまあ、感想ももしあればですねコメントの方 全て目を通しておりますのでぜひ書き込みの方よろしくお願いします<ス>それではまた次回の動画でお会いしましょう